チャギが行く。今日はですね、またまた相部屋紹介ということで、お部屋の方に突撃していきたいと思います。そこですね、まあキャンプのことだったりいろいろこう話を、聞いていければと思います。それじゃあ早速いってみます。お願いします。あ、お願いします。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 こんなそう、さあ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 、あの硬くならんで、ね、全くね、はい、もちろん全然もうダラーっとしない、姿勢崩していいですか。全然崩し放題で、ちょっとやりすぎやな。2人はコンサドーレ時代で、同じチームだったんですよね。はい、はい、相方のこう印象みたいな、ちょっともう一回改めてこう聞きたいな、今の印象ね。今のだからまあ進藤やったら、だからこう新加入として移籍してきて、こうどういう印象かっていうところね。まあ札幌とやってた、ここでやってたときと全く変わってないですけどね。あ、変わってない、変わってないですね。まあいい意味でね、いい意味で、うん、口数は少ないんですけど、うん、なんか例えば僕がこうみんなと喋ってて、うん、なんかちょっとこう面白いことを言おうとして、うん、あんまり弾けなかったときに、うん、まあそのまま流れたとして、うん、パッてシュートの方見たら、うん、みたいな、俺は逃してないぞみたいな、やた今滑ってたらみたいな、やったみたいなね、結構見てるから、周りにやっぱ、あ、こいつ周り見えてるから結構。で、今日の練習もさ、なんかそこ見えてたかみたいなあったやん。ちょっとまあサイドチェンジじゃないけどさ、ね、スモールコートの時に、はいはい、じゃあこう逆に田中選手がシーモンズでしょ、はい、来た時、最初まあ、車も進むとこもなくて、ホテルやったんですよ、最初。初日、迎えに来てくれたんですよ。あの練習場まで、ホテルからは練習。あ、優しいなと思って。もうまあ、さすがに、俺も初めてやし、まあ、面倒見てくれるんかと思って、まず回すって言って。で、次の日、もう迎えに来なくなったんですよ。僕まだ車ないのに。どうしてどうしてそれどうしてで、いや、僕もちょっと、あれ、マジかと思って。で、その、ゆういちくん、同じホテル撮ってて、で、ゆういちくんに送ってもらってたんですけど、そっから、そっから全くもう、しんどくんの車、乗ることもなく、1日目の息だけです。帰りも乗ってないですよね。帰りは、ね、会見かなかったからね。いやいや、それはちょっとショックかなーっていう、まあ、どういった狙いを。狙いは別に、なんすか、狙いって。いや、一回行って後輩を帰り送らない狙いってなんですか。狙いなんすか。狙いないよ、まあ、じゃあ田中選手からすると、はい、ちょっと冷たいというか、まあ、そういう風なちょっとショックやったというか、ショックとか、はい、まあ、そういう感じになった。はい、ショックでしたね、あの時は。今はこう、どうですか、こうキャンプを経て。まあ、そこまで世話見てもらってるわけじゃないんで、まあ、ご飯もちょご飯も連れてってもらってないし、まだですけど誘ってくれもなく、で僕はもうのぼりくんとかゆうちくんとか誘ってくれた方がいいのになとは思ってました。それはどういった、どういった狙いで、狙いだから、狙いって何ですか。後輩を誘わない狙いって何なんですか。それだから別に狙いはないです。なんていうんかな、別にそんなわざわざ後輩をねえ、別に誘うことも別に。いやいや、だって俺ホテル暮らしで車もなくて、確かにね、お前飯ないやろっていうところから、お前ら戦えるやと、そんな感じに。なんかちょっとこれ、喧嘩なりそうなんで、ちょっと一回話題を変えましょう。そうですね、はい、じゃあ、じゃあ田中選手、次、はい、特に仲良くなった選手、もう、特に、のぼりくんですねらしいね昨日も来て、あ、そう、ずっと一緒おるとか。マジでずっと一緒いますね。タイのオフも二人でバンコク行って、うん、そのなんか三大寺院寺とかめっちゃ回って、ここで初めてだったの。ここで初めてです。まあもちろんプレイヤーとしてはお互い知ってたとしても、こう喋るとか、うん、喋るのはっていうのはここで初めてで。でも入団する前、のぼりくんから DM くれたんですよ、うん、僕、のぼりくんの
インスタフォローしたら、うん、フォロー返ってきて DM でよろしくねみたいな。こんな大先輩なのにこんな若造にくれるなんて、はい、あ確かにそこでもう、まあ、仲良くなれるなと思いましたね。でもそこでえ、何 DM 欲しかったの？DM 捨てたら DM 捨てたその日一言お前と一緒にプレイできて嬉しいよ。よろしくな、来年からよろしくな、うん、欲しかった、欲しかった、いらねえだろ。ダメがあればそんなの。まあじゃあ続きまして、今ちょっとね、喋ってもらったけどキャンプのオフ、まあタイでも、まあ宮崎でも、まあ少なく買ったやろうけど、まあどういうことしたのかな。オフ、僕はタイはバンコク市内に行って、うん、でも別にこの何か買ったわけでもないし、逆に宮崎も、宮崎もまあ外食は行きましたけど、誰と行った？船木渡辺亮あたりと行きましたけど、でもシャイケさん現役の時はそんな変わ、多分変わんないと思います。すごい、それはずっとやってた、やりきって、やすくやりきって戦って作ってた、戦うでも田中選手は、オフはまあさっきちらっと聞いたけど、タイは野上君と言って、うん、宮崎はオフ前の日は大人数、なんか自撮り、ああ、行ったみたいだね、行きましたね、シンジさん、結局シンジさんにおごってもらって、ああ、そう11人ぐらいで、次の日の休みは野上君とうな、おるね、出てくるね、ずっといる、うなぎ食べに行って、あ野上君がドン・キホーテ行くって、うん、ああ、なんか日用品買いに行くかな、うん、って思ったら、うん、デジッチのための買い出しって言って、ありがとうございます、そのワード。なんかデジッチ30周年滑れないです。確実に他のチームで笑いを取りに行く、まあ、中心中心の覚えないまあまあ、あの上りも含めて中心的な役割を担っているっていうのは対宮崎キャンプ自身のコンディション、まあ、と、まあ、こうチームの仕上がり具合っていうのは、まあ、どういう感じなのかな。チームとしては、うん、まあ、あんまり完成度は高くないですね。うん、まだ完成、はい、まあね、この時期に完成するチームなんて、まあ、ないというのは、まあ、守備はある程度みんな真面目だし、うん、外国人選手も頑張ってくれるんで、ある程度その守備戦術をトレーニングしていけば構築できる面もあると思うんですけど、攻撃はやっぱりしっかりアイデアも共有しないといけないので、そのアイデアをまず持ってないといけないし、うん、そこはやっぱりスタッフだけじゃなくて選手からもこういうアイデアがあるよっていうのを提示していくことも多少必要なのかな。まあ、点取るっていうのはね、まあ、サッカーは一番難しいと思うし、まあ、ただ点取らなかたれへんのでね、そういう部分は、まあ、もっと意識を高めていく。田中選手、はい、まあ、自身のコンディションと、まあ、そのチームの仕上がり具合、仕上がりというかね、新加入で難しい部分だと思うけど、はい、感じている部分、チームとしてというところで言うと自分のコンディションはめっちゃいいです。めっちゃいい、はい、怪我もしないんで、ね、うん、だいぶ練習ハードにできてるんで、めっちゃ体的にはきついですけど、体は動いてる、動けてるっていう状態だったんで、今までキャンプでは一番動けてる。まあコンサドーレ札幌に所属してて、外から見たこのセレッソ、まあ実際加入してのセレッソってなんか印象だったりって違いだったりっていうのは何かあったりする？結構まあ守備崩すのちょっと難しいなっていう印象のチームだったんで、でまあ入ってみてやっぱり全員がちゃんと真面目に守備の規律守って真面目に守備をできるチームなんで、ここはまあイメージ通り。田中選手は、まあ、自分の、まあ、特徴だったりこうセレッソ大阪でこうどういった、プレースタイルでこうチームをこう良くするっていうイメージみたいなのがあるんかな。そうです、イメージとしてはやっぱりバンカーで今やらせてもらってるんで、そこから、まあ、一歩のパスで直
接ゴールに直結できるようなパスっていうのは自分の、特徴的な部分であるので、まあ、オフェンス部分ではやっぱりそういうパスをどんどん狙っていくことで、まあ、チームの得点力向上という部分につながってくるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ期待します。はい、頑張ります。進度は進度ってください。本当ですね、はい、昨年 1ゴールですから。じゃあダメだね。ヘディングとシュート力も取れて1は。そうですね、彼は4点取ってますからね。僕は4点一応ディフェンス。今年はじゃあもう5点ずつぐらい。ですね。今シーズンの、まあチーム目標、まあ個人目標、じゃあ田中選手からいこうか。はい。そのまあチーム目標はまあみんな言ってるとは思いますけど、まあリーグのタイトル取るっていうところはもう本気で。練習からやってるので、個人は、まあ、さっき言いましたけど5ゴールと、まあ、アシストも5ぐらいできれば、まあ、数字でとして結果残すならそれぐらい残せたらいいんじゃないかなと思ってます。僕はもうディフェンスなのでチームの、まあ、柱というかならないといけないと思ってるんで、チームとしてはもう優勝するために、まあ、一つ一つの、まあ、プレーもそうだし振る舞い含めて、まあ、その優勝チームにふさわしいものを意識してやっていきたいなと思ってます。素晴らしいですね。もうこれは締まりましたね。はい、いやけどほんまにね、もうキャラもいいですし、もうほんまに期待しかしてない。すいません、忙しい時ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。選手、サポーター、パートナーが作り上げてきたセレッソ大阪の30年。これからも大阪のために、そして世界一のクラブを目指して。A Sustainable Future. Yanmar.